目立ちはしないから私を
て本当素敵なロマンスしたい Oh baby You are, you are Oh baby I'm you どうして飽きなされた心それは私の唇あなたの そっと開いた気持ちを確かめて誰もみんな素敵なロマンスしちゃうのバレンタインデイビーバレンタインデイビーバレンタインデイビー恋の記念まあ、ちょっとねバレンタインは過ぎてしまったんですけど、はい、まだ2月だからいいでしょうということで、はい、私たちからね日頃の感謝の気持ちも込めて噛んだ、はい、日頃の感謝の気持ちも込めて、はい、少しですがねちょっとプレゼントを用意してきましたので、はい、あの500円以上のねレシートを持ってきてくださった方に、うん、あの抽選番号をお渡ししていると思いますので今から、はい引いていきたいと思います。引いていきたいと思います。イエーイイエーイイエーイなんて乾いたイエーイあの私たちですねあのメンバー2名ですので、はい、あの当たる方は2名限定でございます、はい、申し訳ございません申し訳ございませんあの少しのね、はい、運をちょっと少しの運を頼りにちょっと願ってくださいね。はい、ちゃんと使えるようなねものをね用意してきたので、はい、そしてあの私たちの写真に少しねメッセージもね、うん、書いてちょっとプレミア感が、はい、ちょっとねちょっとだけプレミア感がつくかなと思います。はい、じゃあ引いていきたいと思います。どっちから引く？じゃあなるが持っとき私から引こうか。どうぞ。はい、じゃあ引きます。何が出るかな何が出るかなチャラララはい、見たよ。はい、スキルね、これ10番の方。おー当たった当たった最後に、あの、飛び入りというかすいません、声をかけてね、参加していただいたあちらのね、団体様、ご家族がね、当たられました。おめでとうございます。どうぞ、こちらに真ん中にどうぞちょっと苦笑いしとんしゃよ、後ろの大人がこれだこれだ、これ後ろつけるけんね。はい、あら発表します。3番の方、おめでとうございます。マジか、先生じゃないですか3番の方。さあね、当たらなかった方も
物販ではなんかあるらしいんで、今日はですね当たらなかった方も先着10名の方に私たちからチョコレートを用意しておりますので、はい、あの先着ですので、はい、早めに、お早め、あのできればあの一列に並んでお待ちください。スイーツの物販なぜか譲り合いの精神が皆さん強すぎてですね、はい、一列に並んで順番に先着10名なので、はい、すいません10名の方に。それではじゃあ早速今日のねドームの森さんとクックチャムさんのおすすめを紹介していきたいと思います、はい、じゃあまずはドームの森さんから。本日のおすすめパンは巨大、いつも日曜日恒例の巨大ビッグサンドで、今日の中身はですね揚げナスとミートソースのなんとも食欲をそそられる巨大サンドでございます。おかずパンやね、おかずパンですね、うん、あのまあ晩ご飯の前のちょっとした小腹にいいかなって思ったんで、うん、ぜひ皆さん食べてみてください。でも巨大やけんね、寄ってって言われる。巨大やけん、あの晩ご飯でもいけそうやけど ね晩ご飯でもいける、うん、ぜひね買ってみてください。お願いします。そしてですねクックチャムさん、お隣クックチャムさんはですね、毎週日曜日はね唐揚げがお買い得になってます。いつもね言ってるんですけど、240円かな、する唐揚げが216円でね、少しお買い得になってますので、グラム売りなのでね、うん、ちょっと買うの難しいんですけど、よかったら立ち寄ってみてください、はい、そしてですね今日はヤリイカの柔らかに、確実に書いてるのが分かりますね今ヤリイカの柔らかに、はい、美味しそうだった。めっちゃね美味しそうだった。あそこのねちょっとそう入り口の正面に入ってる、はい、正面に並んでるんですけど、美味しそうなイカが並んでました。あの、ね、味がしっかり、あの、うん、かるお祭りに売ってあるのイカみたいな、あの色、うん、茶色の、めっちゃ美味しそうだった。あの柔らかにっていうぐらいなんで、すっごい柔らかいだと思います。めっちゃ美味しそうでした、はい、食べましょう皆さん。あのおつまみにね、おつまみね、いかがですか。じゃあね早速次の曲に行きたいなと思います。はじめにね、うん、初めに聴いていただいた曲はですね、あの嬉しい楽しい大好きと、そして、まあ、約1年ぶりなのかな、あのバレンタインキッスをね披露させていただきました。はい、はい、じゃあ続いての曲に行きたいなと思います。次はねちょっとねしっとりとね聴いてください。ミュージックスタート。明日今日よりも少し
オリジナル曲の僕の未来を聴いてください。じゃあまず次のイベントの告知からいきましょう。はい、次のイベントの告知からいきましょう。はい、ですね、3月11日、はい、3月11日はアゴラさんの方で、コラボ糸島というイベントに出演させていただきます。はい、去年も出演させていただいたんですけど、うん、なんともアットホームなねイベントになっておりますので、うん、温かい雰囲気もねすごい
ちょっとのほほんとした感じのね、糸島のね、時間の流れを感じますね。ゆったり過ごせるようなステージですね。そうなので、ぜひ皆さん遊びに来てください、はい。そして、来月の3月19日、はい、3月19日はまたこちらのドームの森さんとクックチャップさんの駐車場にて3月の定期公演を行います。3時頃からということになってますので、はい、どちらもね、あの11日も19日もどちらも3時頃になりますので、よかったらね、はい、3時ぐらい時間を空けてぜひ3時ぐらい時間を空けて遊びに来ていただけたらなと思います。はい、じゃあイベントの告知はまあそれまでで、最近私たちあのショールームの方をね始めさせていただきまして、あのまだ2回しかやったことなくて、時間も15分ぐらいしかやったことないんですけど、あのどうにかして面白くしようとね必死にやっておりますので、ぜひ皆さんですね、あのショールームのアプリをインストールしていただいて、スイーツって検索をしていただいたらあの出てきますので、よかったらねフォローしていただいて、時間になったらちょっと見に覗いていただけたらなと思います。はい、あの公式ツイッターの方で何時頃からやるよって突然ね、時間があれば、できるだけ前もってスタートします、はい、何時頃からしますみたいな、やれるだけ、はいはい、ぜひ見に来てください。はい、まあ、こっからよね、大事な話はね、はい、よく耳を澄ましてお聞きください。はい私たちですね、今こう流れてるんですけど、大人未来という曲がね、オリジナル曲が1曲あるんですけど、なんと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 、私たちにオリジナル曲がもう1曲あります。はい、なんかすごいいいとこ撮ってたやん、なんかね、あのめっちゃ食べるもん、早く言ってよ、なんか自分心臓器やった。はい、もう1曲ね、今制作中です。はい、まだね披露はできないんですけど、はい、できるだけ早く皆さんにねお届けできるようにね、私たちも一生懸命練習をして、楽しみに待っていただけたらなと思います。思います。かわいい曲ですね。かわいい曲よね、はい、なんかこうねすごいなんかこう激しい感じじゃないね、はい、素敵な曲が仕上がりそうなので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。はい、はい、その曲もですね、私たちいつもお世話になっている、うん、H さんがですね作ってくださっているので、うん、すごいね可愛らしい曲になってます。すごいね、たくさんね通ってたくさん通って昨日もね通って、はい、いろいろね勉強をして、はい、歌をね磨いておりますので、私たちの成長も一緒に楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。楽しみに待っててください。はい、ありがとうございます。じゃあ物販は先着10名様にプレゼントがありますので、できるだけ早く8列に並んでお待ちください。じゃあ締めましょう。じゃあ締めましょう。これからもスイーツはいろんなイベントに出演して、皆さんにたくさんの笑顔と元気を届けられるように頑張っていきますので、またどこかでお会いしましょう。本日はありがとうございました。以上、スイーツでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは物販でお待ちしてます。